中央大学法学部英語長文過去問を解説していきたいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点できる形で解説しておりますので一緒にその方法を勉強していきましょうまず解説始める前に長文読解で押さえるべき3つのポイントについて共有します1つ目が英文は読まない考える2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る3つ目が英文は抽象から具体に進むです でこの3つのポイントを押さえて英語長文に取り組むとどんなメリットがあるかという話なんですがあの時短で、ね、コスパよく回答できるということと英語をそもそも読まないので英単語、英文法の知識がなくてもですね得点することができます。1つ目、ですね英文は読まない考えるですが、まあ、英文は、ね、皆さん読むものだという、ね、認識があると思うんですが結局読んでいくと難しい英単語とか英文法とか、ね、出てきて、まあ、分からなくて詰まってしまって時間切れになってしまうという経験ありますよね。 なので考えましょうということなんですね。で考えるというのは、因果関係とか対比関係とか、そういったものを用いて、話の展開を類推する、当たりをつけるということをここで、ね、考えるというふうに言っています。2つ目が、作者問題作成者の意図を汲み取るということで、まあ、いきなりなんで作者こんな話始めたんだみたいな経験って英文読んでるとあると思うんですけれども、まあ、大体そこって作者の主張があるわけですよ。なので、そういう主張とか意図、これを汲み取っていきましょうということです。 3つ目が英文を中小から具体に進むということであの第1段落の1文目って結構英単語が難しかったり表現が抽象度が高かったりして、まあ、そこでね最初から分からなくなって不安にこう感じてしまうみたいな方っていると思うんですよねただ英文っていうのは同じ話が具体的になって繰り返されてるだけなんですねなので同じ段落で言えば後半の部分の方が具体的に表現がなっていて英文の理解がしやすいと。 でそこで、ね、理解することができれば、その段落全体を、ね、理解できたということになりますので、あのまあ、不安に、ね、思う必要はないということなんですよね。まあ、そういう,、ね、こう英文の構造というのも一緒にあの勉強していきましょうということです。で英語の長文、ね、どうやって見ていくかという話なんですが、もちろんさっきの3つのポイントを意識してもらいながら、あの英文はです、ね、読みませんので、単語ですね、特に名詞。 で別に難しいい単語を、ね、知ってる必要はないんですよ。簡単な単語を拾っていきながらメインテーマを掴んでいくと、でそれとともに話の展開を類推していくとで、類推した話の展開が本当に正しいかどうかというのを確認していくと、それがまあステップ3ですね。このまあ類推する、確認する、この流れをですね、あの繰り返していくことによって、英語長文全体を理解することができるということになります。私のの解説動画もね、ね、この攻略手順で、ね やっていきますので、一緒に確認していきましょう。じゃあ、早速、英語長文になりますが、皆さんね、英語長文、まず何をやりますかということです。英語長文、いきなり読み始める方もいると思いますし、説問からね見始める方もいると思いますし、なんですが、私はね絶対に中から見てくださいということです。中はですね、日本語が書かれてるわけじゃないですか、ここね、大ヒントですよね。ここでポイント1であり、ステップ1ですよ、やってほしいんですよね。 話のテーマをすするです当たりをつけるということになります。で残念ながら今回はねまあちょっとこれだけだと中年当たりがつかないかなということなんですがもう一つねあの普段ならここでじゃあ英語長文読み始めましょうっていう話をするんですけれども今回はですねこの中央大学の問題は説問も先に見た方がいいかなと思います。何でだと思いますか これ、説問の選択肢は日本語で書いてあるんですよね。これはですね、やっぱり大ヒントですね。はい まあもちろんね、あのー、間違ってる選択肢とかも、ね、含まれているので、全部を全部で、ね、信じちゃいけないんですけれども、ただ大体話のテーマとしてこういうことが書かれてるんじゃないかって、ここでかなり当たりつきますんで、ね、今回はすごくここで当たりつきますし、まあ、結構ね、常識的な知識がある人だったら、英語長文、これ読まないでもなんか解けちゃいそうな感じしますけどね、こんなになんか、中央大学の法学部は簡単でいいのかっていうふうに私は思うんですけれども、あのーまあ、かなりね、今回ね、そういう、そのぐらいね、大ヒントになってるかなと思います。 でまあ見ていくと、まあ、共働きの家庭とか男女がうんぬんとかいう話がありますの、ね、で労働時間とか労働の話があるのでだから男性とその女性の労働のことについての話なんでしょうねで今度労働時間とか賃金格差とかいう話があるんでそういう男性と女性どっちの方が賃金が高い低いみたいなそういう話要は比較ですよ対比の話が男女間での対比の話があるんだろうなってここ。 問いの4番はやっぱ性差別って言ってますから、そうですよね。だから、まあ、どっちが礼遇されるかというと、女性じゃないですか。そうですよね。女子的な女性が礼遇されてたみたいな話が来るんじゃないかなということですよ。で、問い10とかを見ていくと、まあ、ピンクカラーとか出てきたり、問い10にはホワイトカラーとかブルーカラーとか出てくるわけですが、これはどういうことですかっていうのも考えておきましょうね。ピンクカラーっていうのは要は要 だから、まあ何ですかね、看護婦とか、あまあ、今看護師って呼ばれてますけど、昔は女性のやる仕事だってことで、看護婦でしたよね、とかね、あとは保育士とか、そういうことですから、ね、まあ、女性が主にメインにやるイメージの仕事ですよね。だからそういう話も出てくるんじゃないかってことですよね。はい。っていうことですよ。そんなところに当たりつければいいんじゃないですかね。だからまあ その労働というテーマにおいて男性と女性の対比になっていて多分女性が差別されているでそれがまあ賃金とかその労働条件系で差別されているみたいなだからそういう話が来るんじゃないかなっていうのがもう当たりとしてつきますよねこれが類推になりますよはいそれが本当に正しいかどうかっていうのを今度ステップ3ですよね確認していくというのを英語長文実際見ながらやっていきましょうということになりますで実際見ていくと まず、ってきます今ってきますよ。ここで皆さん何考えますかってことなんですよね。ここでまた類推できますよ。これはポイント1でも書いてましたけど、時系列ですね。過去と現在の対比です。だから、今はこうだ。でも、過去はこうだったっていう話ですよ。だから、今はこうだっていうのが書いてあるんで、この先の文章で過去はこうだっていう話があるんじゃないかなって、ここで類推してくださいね、皆さんね。はい。 ということになります。で、見ていくと、まあ、女性が出てきましたね。で、女性がフルタイムで働いてるって言ってるんです。今はね。っていうじゃあ、過去はどうなんですか、皆さん。フルタイムで働いてないですよね。そうですよね。はい。だそこら辺ちゃんと類推するっていうことです。ここ読まずとも当たりをつけてくださいっていうことですね。で、次の行とか見ていくと、 ほら、来たじゃないですか。was not always the case. フルタイムが not always the って言ってるんですが、過去はフルタイムじゃないってことでしょう。そうですね。ここで確認できたじゃないですか。そうですね。おそらく来ますよね。そういう風にね。で、次見ていくと、やっぱりチェンジ変わってるじゃないですか。そうですよね。だから、過去から変わって今フルタイムになってるってことですよ。はい。で、見ていくと、the decline of men's wage とか、wage とかってわかりますか単語。まあ、わかんない場合ね。どうしますかというと、 ポイント3ですよね、これ。同じ話の繰り返し、具体的になっている分かりやすい単語が出てきた後半部分で理解すればいいやですよね。だから、ここは次に見ていけばいいんですよ、分からなければ。次見ていくと、インクリースインシングルマーザー。なんでここでシングルマーザー増加してるってきたんですか、これ。これは要は、 シングルマザーだからフルタイムで働かなきゃいけないやですよね。だって子供を育ててるわけですから、お金必要ですから、フルタイムになりますよね。それはね。だから今フルタイムの女性が多いんだってことですよね。これそういうこと作者言いたいわけですね。だからここでシングルマザー出してきてるわけですよね。ここいいですかただ読まないでくださいね。ここ考えることが大事です。これが作者の意図ですよ。ポイント2です。で、次見ていくと、エデュケーション、教育とかしたじゃないですか。ジョブ えー、オポチュニティースや仕事の機会とかが来て、で、フェミニストムーブメのト来たじゃないですか、これ。女性の要は社会進出の動きがあったわけでしょ、これフェミニストですから。なんでここでまたフェミニストムーブメント作者出してきたんですかもういいですよね、これね。要は、今はフルタイムだってことは言いたいわけでしょ、そうですよね。昔は仕事をしてなかった、でも女性の社会進出の運動ができた、だから女性が社会進出したフルタイムになった、正社員になったってことでしょ、女性が。はい。 ここいいですかね、皆さんね。こういうとこちゃんと考えてくださいね、ということです。で、次見ていくと、インクリース、はい、増加してるじゃないですか。もういいですよね、これね。はい、じゃあ、女性が社会進出してる。で、1950年がまた来ました。で、この1950年っていうのは、過去ですよね。今じゃないですか、過去ですから。ウーマンステイルホー来たじゃないですか。ほら、来ましたよね。だから、家にいるって、なんで家にいるんですか。働いてないからですよね。で、家にいて何やってるんですか、女性っていうのは。 これ、家事ですね。家事、育児ですよね。だから日本でもあったじゃないですか。昔は女性は家事、育児、家でやってる、男は外で働いてこいっていうのが固定観念としてあったじゃないですか。だからそれですよね、まさにね。ここでそういうことを思い出してくださいね。考えてくださいね。ということです。だからフルタイムじゃないってことです。ほら、さっきの類推当たってるじゃないですか。1行目でやった類推ですよ。そうでしょっていうことです。で、次見ていくと、もうラウンドリーとかクッキングとかね、ここら辺も。 マーキング、私してないですけど、いいですよね。あ,あと、単語に私のオレンジでマーキングしているところを中心に解説していきますからね。はい、でこのオレンジにマーキングしているところを皆さんにも見てほしいんですよ。はい、逆に言うと、マーキングしてない黒文字のところは正直あんまり見る必要ないです。でそこの単語の意味がわからなかった人は別に関係ないです。はいでまあ、ここはね黒文字のところを本当に見流す、読み流す程度でいいと思いますね。はい、ということです。 だからランドリークッキーのお金何なんで来てるか分かりますよね。同じことの繰り返しですよね。その後もう同じことの繰り返しですよね。で、えっと、男性が、アンゼア、イナフマネ o トゥーサポートゼアファイム。だから、まあ、十分稼げてたわけですよね。そうですよね。だから、男性が十分稼げてたわけですから、女性はまあ外で働く必要なかったですよね。でも、今はどうなんですか男性が十分に。 稼げてないって来るかもしれない。だから女性が社会進出、フルタイムで働かなきゃいけなくなったって来るかもしれないですね。ここも対比ですよ。現在と過去の対比ね。まあ、私マーキングをここしませんでしたけど、ここね、対比来るかもしれないんですよということを頭に入れといてください。で、ディス・ポピュラー・アメリカン・ファンタジー。ここね、質問にもなってますけれども、えー、とディス・ポピュラー・アメリカン・ファンタジーが、ディスっていうことはこのって言ってるわけですから、もうすでに出てきて、 いるわけですよねこの文章の中でね。じゃあそのファンタシーって何だったんですかこれは。何を言ってるんですかこれは分かりますよね。これはだから1950年の話ですよね。だから1950年っていうのは男が外でお金十分稼げてた、女はだから家で家事、育児やってた、これがファンタシーだったわけでしょ。でも今は。 アウトオブリーチだってことですよ。だから、つまり、アウトオブリーチが分からなかった人もこれ分かりますよね。だから、今は、そのファンタシーが崩れちゃってるわけでしょ。そうですね。ファンタシーではないわけです。だって、女性がフルタイムで働かなきゃいけなくなっちゃったわけですから。はい。ということですよ。で、次の段落2番ですね。で、ゾウとテキュル来てますけれども。で、えっ、ー、と、メンウーメンがパーティスペイティング えーと仕事にパーティスペーティングして,けるしてるわけですから、まあこれは今の話でしょうね。はい、まあ現在形ですしね、これ。w o ウーメン r ーって言ってるわけです。これ現在形なわけですからね。今の話してるんでしょうね。こういう現在形とか過去形とかも意外と大事ですからね。今の話してるのか過去の話してるのか、それによって全然違ってきますからね、文章ね。はい、で、その次ですよ。で、 あ、ウェッチ、また来ましたね。はい、あ。一段落目、これ何言ってるのかよく分かんなかったですけど、一段落目の3行目のところ、まあ2、3行目のところですね。The decline of men's w g e これ何言ってるんだろうと思ってますここで分かってほしいですね。ウェッチ何言ってるか。Gap between men and women workers remains ってこれ、ギャップって言ってるわけですよ、これ。 男と女でギャップがあるって、今、労働の話してる、仕事の話してるってことはもう一つしかないんじゃないですか、これ。まあ一つしかないってこともないかもしれないですけど、一番最初に思い浮かべるのは、これ、賃金でしょ。そうです賃金のギャップを思い浮かべないんです、これね。だから、賃金じゃないかって、ここでね、当たりつけられると鋭いかなと思いますね。で、まあね、当たりつけられなかった人は、まあね、次見ていくしかないかなっていう感じですね。 で、えっ、ー、と77、77%。77%って何を77%って言ってるんですか賃金のギャップですよね。誰が 77%? 女性が 77%, 77しかもらってないって言ってるわけです。男性に比べてですよね。はい。ですよ。ただそれだけの話ですよ。ということです。ただ、まあ、具体化してるだけですよ。これ、同じ話の具体化してるだけですよね。はい。です。で、次を見ていくと、まあ、ギャップがある、ギャップがあるってずっと言ってるわけですね。 で、従ってって来てますから、また同じ話が来て、またギャップがあるって言ってるわけですね。はい、で、23%のレスだって言ってるんですから、そうです。だってさっき77%で100-77は23ですよね。だから、それは女性が男性に比べて23%もらってない。それは、それはその通りですよね。だから、結局、同じことの繰り返しじゃないですか。からここら辺ねあの、マーキングしてないっていうのは、 あのまあ、読み流す程度でいいからです。だから同じことをずっと言ってるだけなんで、目新しいことがないので、マーキングしてないということです。目新しい逆にワードが出てきたら、私もマーキングしますよということです、この後ね。はい、で、見ていくと、えー、と For possible explanation だから、これ何ですかっていうと、エクスプラネー説明してるわけですから、つまり、なんでギャップが生まれるかの説明ですよね、これね。今、散々ギャップ、賃金のギャップの話してるんですから。はい で、それが何で生まれるのか、要は原因ですよね。が、1,2,3,4って来てるわけですよ。ってことは、この後、この1,2,3,4について、説明があるんじゃないか、具体化されるんじゃないか、ここで類推つけてくださいね。だってさっきの説問でも類推つけてたじゃないですか。賃金の格差のなんか話があるんじゃないかとか、ね、話、あの、 累推つけけてたわけなんでここで、だからそういう話が来るんじゃないかって、ここね、類推してほしいですね。ここ類推できるかできないかはかなり大きいですよ。じゃあ確認していきましょう。で、ディスクリミネーション来たじゃないですか、いきなりね。はい。これ1番ですよね、さっきのね、フォーポシブルインクスパラネーションのうちのね。はい。まさに来たじゃないですか。だから、賃金格差が生じてる、女性が賃金低い、なんでなの差別だから、ディスクリミネーションだからってことですね。それが、イン、えっと、 ハイアリングですかねハイアリング。これ分かりますかだハイアリングにおいてディスクリミネーションって言って、ハイヤリングの意味は皆さん、まあ、私は分からないというふうに仮定していますが、まあ、分かる方はね、素晴らしいと思いますよ。はい。分かる方は全然いいんですが、分からない方はどうしますかこれは、次見ていくしかないですよね。ポイント3です。同じことの具体的になっている繰り返しですよね。だから、次見ていくと、 えーまあ、1964年とか出てきていて、はい、ディスクリミネーティテイン・ハイアリング。まあ、変わらないですね。わからないですよ。はい、次に行目のところでも。で、えー、次見ていく。However ってきましたね。Ozot Company can no longer say men only. ここでね、当たりつけられた方は鋭いんじゃないですかね。はい、men only す。男性のみって言ってるんです。これはどういう差別ですか つまり、男性しか採用しないというサービスなんじゃないから、ここで当たり付けてください。累積してくださいということで。だから、ハイアリングというのは、採用とか雇うとか、そういう意味なんじゃないかなって、ここで当たり付けられた人は鋭いと思いますね。で、次見ていきましょう。ここで当たり付けられなかった人でも、リクルート面ってきますかね次ね。リクルートは採用ですよね。これがまさにハイアリングの言い換えですよね。はい。ここ、リクルートでさすがに分かってほしいですね。 だってリクルートって会社あるじゃないですか。あれは採用支援がメインの会社です。まあ、それだけじゃないですけど、事業としてね、採用支援がメインの会社ですからね。らこれはわかって、ここはね、さすがにね、皆さんに、ね、わかってほしいですね、という感じです。で、まあ、あと見えていくと、結局また同じことの繰り返しですね。はい。か男しか採用しないよっていう話をしてるわけですよ、ずっと。はい。 まあここはいいかなと思います。なので、マーキングしてないです。で、インアディション、加えてってきたんで、ここはね、また新しい情報が追加されると思うので、ちょっと見ていきましょう。だから、そういう意味で三角でマーキングを私もしてます。で、ディフィカルとリーガ e g た法律で、法律的に難しいって言ってるんですよ。で、ノーガバーメントエージェンシーモニターで監視するですモニターいいですよ。監視するです。だから、何を監視するんですか、今、この話の中で。 だ採用についてですよ。か採用、つまり男性と女性がちゃんと平等に採用されてるっていうのを監視する機関がノーですかないわけでしょ <laughs> そうですよね。法律ないわけです。だから、だからないわけだから法律的にもこれを訴えることっていうのは難しいですよね。そうですよね。違法だとしても法律的に訴えられないじゃないそういう監視機関がないわけですから。そういうことですよね。だから、野放しにされちゃってる。だから、何ですか 賃金が、女性の賃金が低いですよね。ちゃんとここに戻ってくださいね。第二段落の一番最後のところにちゃんと戻ってくださいね、ここね。なんで、このテーマが何だったのかですよ、この文章のテーマがね。作者が何言いたいのかですよ。ここちゃんと戻ってくださいね、必ず。ということです。類推というと、未来をね、あの見ていく。未来を、話の、ね、展開を類推していくっていうイメージですけど、戻ることも大切ですからね、このね、はい。この戻るっていう動きができ始めると、総計とかもね、 あの英語帳分かるように理解できるようになってくると思いますね。この未来をね見るっていうだけの動きだと、ちょっとマーチがね限界かなっていう感じがしますね。そこがね早計とマーチの,ねあの違いかなと思いますね。はい、でちょっと話を取ましたけど、次ねうが来るわけじゃないですか。まあ、だからこれいいですよねということなんですよ。はいディフィカル t だってこれまた同じこと言ってますよ。ださっきもディフィカルト出てきたじゃないですか。はい で証プルーブ、証明することが難しい。だから、訴えられないです。で、アンチェックなわけですね。アンチェックもさっき言ったノーガバーメントエージェンシーモニターのこれ、言い換えですよね。だから、アンチェックなわけでしょ。チェックされてないってことですね。はい。だから、採用、男性と女性が平等に採用されているから、アンチェックなわけだってことですよね。こうね。同じことの繰り返しですよね。はい。 じゃ次ね、段落4番。で、また、インアディションというか、加えてってくる。また、差別の話で、また、加えて話が来るわけですから、またね、新しい何かが追加されるんでしょう。で、インメールドミネートフィール、ここでね、ピンときてほしいですよ。もうね、男性のフィールですから、男性の今、社会ってことですよね。男性社会って って言うじゃないですか男社会ですよで男社会の社中で、ここまだ読まないでください。次見ないでくださいね。ここのところでもう考えるんですよ。男社会ってことは女性はどうなんですか差別されるのされないのっていうと、されるじゃないですか、絶対ね。で、昇進とかどうなんですかしにくいですよね。だからそういうのが来るんじゃないかって、ここで類推できた方は鋭いと思いますね。まあ、類推もちろんできなかった人は次見ていくしかないですよね。だけど、まあ次はね、 でできるようううにしましまょうねとということですでなんかグラスセーリングとか、これ何言ってるか分かりますかインビジブルバリアとか言ってますけど、何言ってるか分かりますかこれ。まあ、抽象的ですよね、表現がね。分からない。わからないな次見ていけばいいんですよ。具体的になってるところを見,見ればいいんですよ、はい。で、こうあるじゃないですか。プロモーティッドとハイヤーレベルポジション。これで分かるじゃないですか。 そういうことですよね。これもいいですよ。だから、ハイヤーレベルポジション、要は、うん、管理職とかそういうところに行くのがディフィカルと難しいって言っ誰がっても女性しかいないですよね。だって女性が差別されてるんだから、今ね、この話ね。そういうことですよね。ここでわかるじゃないですか。そうですね。ここはさすがに、だって皆さんわかるでしょ、この単語はね。はい。ですよ。で、次、ウォルマートが出てきた。ウォルマートってこれ何、知ってますか、皆さん。これ、まあ、スーパーマーケットですねアメリカの外資のね。はい。 であれですよ、声優ってあるじゃないですか、あの安いスーパーね、はい。あのスーパーを、まあ、相当結構、結構昔ですけどね、買収してますね、ウォルマートが。だから今、あの声優はウォルマートの傘下ですよね。はい、結構、だからウォルマートってその安いスーパーなんじゃないですかね。かエブリデイ・ロー・プライシングみたいなね、毎日特売してるような、そういうスーパー。 の形をしているところです、すそんなことはどうでもいいんですけどあの、なんでこんなのが出てきたんですかってことです。作者の意図ですよ。ポイント2です。なんでいきなりウォルマート出してきたんですかここ,ここ考えてくださいね。これは要は男性社会なわけでしょ。で、男性社会、女性が昇進できないわけでしょ、この会社って。だからそれが具体的に言いたいからウォルマート出してきただけでしょっていうことですよ。で、見ていくと最後ね、プロモーティング面、 ファースターでするじゃないですか。そうです。アンドプレイングって言ってますよね。はい。ということですよ。で、ディファレントウェッジ。ウェッジはさっき分かってよ賃金のスケールが違うわけですね男性と女性で。つまり女性は賃金が上がり、安いのにくいと言うと、憎いわけですよね。はい。ということは分かったじゃないですか。もうこれだけでいいですよね。ということですよ。はい。で、これね、ここ英語長文読んでいくと、逆にこの文章の方向性とずれちゃう可能性ありますからね。だって、 あのウォルマートの次の業とか、サムウーマンインマネージ。えっ、ー、と、マネージャーについて、マネージャーポジションについてますよね。はい。だからここって真逆なこと言ってるじゃん。あれ。 女性がマネージャーポジションついてるってことは全然差別されてねえじゃんいいじゃんみたいな感じになりますよね。でこういうところで読んでっちゃうとこういうところに注目しちゃってあれ話の展開がなんかわけわかんなくなったぞみたいになりますからねちゃんと作者の主張をつかみながら類推してるとそういうことには陥らないですけど 読み始めちゃうと混乱し始めます。全然文章の方向性と真逆な方向いっちゃいますよっていうこともね、リスクとしてあるので、だから類推しましょう。作者の主張を汲み取りましょう。読み取りましょうっていう話をずっとしてるわけですよね。はい。じゃあ次ね、段落いきましょう。第五段落です。えー、これはスピリット ラバーバーケットって来ました。だそろそろですよ。そろそろここで皆さん思い出してほしいんです第二弾落の、まず一番目のディスクリミネーションが来たわけですだから次、二個目のオキュペーショナルっていうのが来るんじゃないのかなっていうことですよ。セグレゲーションっていうね、オキュペーショナルセグレゲーションって読むんですこれね、が来るんじゃないかっていうことですよ。そろそろ来るんじゃないか。ここで当たりつけといてくださいね、皆さん、ね。でも変わらないですよ。要は 女性が低賃金なことの理由をね、ずっと言っていることは変わらないんですが、そこはね、ずれないでくださいね。で、スピリット、スピリット、スピリットはいいでしょう。これ、分割するですよね。はい。で、マーケットを分割するって言ってるんです。で、ウーマンが女性が、ah, like、あ、もらえるとゥーサーゃよくつきそうな仕事って来てるわけですよに分割してるってことで、これ、ピンと来てください。じゃあ、さっき説問でやったじゃないですか。当たりつけてたじゃないですか。その、えっ、ー、と、ピンクカラージョブですよ。 ホワイトカラー、ブルーカラー、ピンクカラーのところですよ。だから、その話じゃないんかって、ここで当たりつけてください。だから、看護師とかそういう話をしてるんじゃないかってことですよ。はい。で、そこを当たりつけていくと、ろら、来るじゃない。ピンクカラー上手です。もう、これで決まりましたよね、この段落ね。はい。っていうことですよ。で、ホワイトカラー、一方でホワイトカラーってきます、ね、ホワイトカラーはウェルペイニングです。ウェルペイニングってことは、誰の仕事なんですこれ。男性ですか女性ですか 男性のはずですよね。今までの文章の流れから言うと、そうですよね。で、ブルーカラーっていうのもフィジカルラバー。まあ、これ、ブルーカラーというのは工場系ですよ。あの、ユニフォーム着てね、やるブルーカラー、ブルーのユニフォーム着てやる系のイメージですよ。ホワイトカラーっていうのはサラリーマンですから、ワ、ま、イ、あ、シャツじゃないですか。白いですよね、大体に、ね、皆さんね。はい。ということでまあ、そういうイメージね、皆さん認識しておけばいいんじゃないですかね。ですから、まあ、ブルーカラーも要はね、 あのー、体力必要なんで、女性はね、仕事をしないんですよね。だから、バイマンって,きてますよね。やっぱりそうじゃないですか。で、a wide range of income levels, depending about, スキルによって、まあ、収入が変わってくるって、まあ、ただそれだけの話ですよ。はい。です。で、ピンクカラーがまずね、ピンクカラーは女性ですよね。ってことは、ローウェッジなわけですよね。ここで記者じゃない、ウェルペイニングじゃないですローウェッジの。ここでまた対表をしてますよね。男性、女性とおいうことですよ。まあ、でも、ここら辺はね、 予想通りですよね。はい。もう類推してるんで、もう確認ですよね。はい。で、エモーショナルラバーって言ってね、感情的な仕事だって言って、そうじゃないですか。ここもね、類推してください。類推しないでこれ読んでいくと、わけわかんなくなりますよ。だって、看護師とか、保育士とか、感情的じゃないですか。そうですよね。いいですか、これ。そうじゃないですか。だって、子供とかさ、結構、なんて言うんですか。 えー、結構、こう、遊び回ったり、暴れたりするわけじゃないですか。で、それに、まあ、時として、ムカつく時もありますよね。<laughs> 大人であれば。そうですよね。だから、そういう時の感情を抑えなきゃ、押し殺してやらなきゃいけないわけじゃない。看護師だってそうじゃないですか。わけわかんないおじさんの患者の担当とかなった時には、ね、感情を押し殺しながらね、やらなきゃいけないわけじゃない。だから、そういうことを、これ、イモーショって、そういう意味での感情なんじゃないかここで当たりつけられた方は鋭いと思いますし、まあ、そうなっていきましょうっていうのが、 私の解説動画ですね、はい、になりますで次に見ていくと、コントロールマネージングするじゃないですか、ゼア・イモーショナルで、ね。このゼアはいいですよね、自分自身ですよね。で女性ですよね、これ女性たちの話ですよね、はい。ということですよ。で、フォイン,ン、まあ、例えばって来てくれてるんで、また具体化してくれてるわけなんで、わからなかった方はここでフォーインスタンス以降見たらいいと思いますよ。で、あ,あ、ウェイトレース、これ何の言い換えですか これもう英語は同じことの繰り返し、言い換えの繰り返しですよ。これは何ですかピンクカラーの例ですよね、これね。が、カスタマーズビザン、ほら、お客さん怒り出すじゃないですか。お客さんね、自分、アルバイトね、高校生とかでもやってる,やってる人いるでしょ飲食店とかでね、カフェとかさ、やってる人いて、たまにね、めんどくさい客来るじゃないですか。 はい、なんかむ,むちゃくちゃなことにイチャモンつけてくるお客さんとか、ね、いるじゃないですかそれ、ね。そういうお客さんに当たった時ってこっちとしてもウェイトレスとしても、まあ、入れつくことありますよね、皆さんね。はい、でもそれを ええななななききゃゃいいいいけないわけけわですよねお客さんもなだめなきゃいけないですよね。お客さんおごってたらそうですね。だからそういうこと書かれてるんじゃないかってここで当たりつけてくださいということです。皆さんね、アルバイトの経験ある人とかはね、これ分かりやすいんじゃないですか。類推しやすいんじゃないですかね。全くね、これ同じこと書いてあるんで、あとは皆さんね、見ておいてください。次、第6段落です。で第6段落で、えー、っと来るのが、だからさっきのところが多分、オキュペーショナル、えー、セグレティ ションなわけでしょ、うんまあ、オキュペーションやセグレゲーションの意味が分からなかったとしても、多分それのことを言ってるんじゃないかって感じですよね。で、次が d ィバリュードウォー k e 3番目のやつが来るんじゃないかってことですよ、第6段落で。そこで皆さんちゃんと戻ってくださいね、これね。はい、そこ、あの第2段落のあそこを軸にこの文章動いてるんで。はいということです。で、次見ていくと。 えー、ソーシャリーアンバリューってくるじゃない。俺、さっき、そまあ、絶対そうですよね。ということです。だから、価値があんまりあるのないので言うと、ないわけでしょ。何がですかもうこれ、ピンクカラーがですよね。これはいいですよね。はい、これも、でも、ここの時点で、なんかある程度類推できるんじゃないですか、もうね。だって、さっきのその、ウェイトレスもね、これ、アンダーバリューですよね。だって、皆さん、ね、 やりたいですかこの怒っているお客さんとかとさ接する仕事をですよ。あえてやりたいですかっていうことですよ。まあもちろんねやりがいを持ってねやってる人もいるでしょうけれどもどうですかねストレスは結構たまりますよねウェイトレスとかね。はいそうですよね。 じゃないですかだかだら将来、あなたがねあのー、お店の店員ね、ね飲食店とかやりたいですかっていう話です。もちろんまあやりたい人もいるでしょうけれども、まあ、なかなかね大変な仕事ですよ。私もねあの学生時代アルバイトしたことありますけど、居酒屋とかねやったことありますけど、まあ、なかなか大変ですよ。はい、だからそういう意味でアンダーバリューなんじゃないかっていうことですよね。はい まあ、サラリーマンやってる方が楽じゃないですかということですよ。単純に言うと。はい。そういうことになるの <laughs>。第6段落がまさにね、そういうこと書いてあるんで、皆さんね、確認しておいてもらえればな、というふうに思います。<laughs> じゃあ次、第7段落ですね。で、えーっと、long to ever pay for. で、えっと、ビー i n えっと、あって、by non-family member とかあるわけですよ。この辺どうですか皆さんわかりますかわかる方はね、いいと思うんですけどね。 はいまあ、難しければ次見ていきましょうということです、ね。ステレオタイプ、固定観念ですよこれね。ナチュラルケアリングインスティックス。ウーマンが固定観念があると。ハビングナチュラルケアリングインスティックケアリング。皆さん、そうじゃないだ、これはあれですよ。ここで、ね、ピンときてほしいですけどね。女性は家事だ。男性は外で働いてこいっていう、まさにそれですよ。女性は家事、育児やってろっていうことですよね。だからそういう。 なんで、家事、育児、女性が家事、育児やるっていうイメージかステレオタイプと固定観念としてあるってわけでしょ。そういうことですよ。はい。ですということです。それが分かればもういいんじゃないですかね。はい。という感じですけどね。で、クーっていう問題が、説問があって。で、required learned skills like any other type of work。ケアワークが要求するわけですね。 スキルを学ぶこと、他の仕事と同じくらい、だからスキルを求められると、そうすると賃金っていうのはどうですか低いですか高いですかで言うと、まあ、これは上がるでしょうね。高くなるでしょうね。だって他の仕事と同じくらいスキル求められるわけですから。そうですよね。はい、で、面っていうのが、今男性出てきました。男性が仕事に参加しますよ。何の仕事ですこれ。これは ピンクカラーです。ピンここはピンクカラーの話してるんで、女性の仕事に参加してくるわけですよ。で、そうすると、ペイルベターなわけですよ。で、トゥアドバンスハイアリブ。だから、めちゃめちゃ消費するわけで賃金も上がるわけですよ。これは何でですか男性だからですよね。だから、女性社会の中でも男性が加わってくると、男性有利になるわけですよ。 そういうことなんですね。まあ、これはだから男女差別がすごいですよねってことですよね。で、in contrast to って言いますね。ザ・グラスセーリング。これグラスセーリング出てきたじゃないですか。えー、っと、どこでしたっけ ?4 段落目ですよね。ここで要は男性社会の話をしてます。男性社会で男性は当然有利でしたよね。はい。で、対照的にこれも <laughs>、 女性社会になるわけです、対照的に女性社会ですよね。今、ピンクカラーの話でした、ね、女性社会に男性が入ってきた、参加してきた、それでも、どうなんですか男性有利なんですよね。はい、ということなんですよね。それがこのイン,コラインコントラスト以降で言いたいことだと、ここはね、類推してくださいね。はい、だ,だからインコントラスト2なんだろうなということですよ。対照的にと言ってるわけですよね。 で、8段落目ですよ。ファイナル行けましたね。最後って言ってるんで、まだ出てきてなかったですよね。これ2段落目戻ってくださいね。4番目ですよ。はい。これがね、出てきてないということですよ。で、えっと、ファミリーって言ってるんで、ここね、なんとなくもう当たりつけてくださいね。4番目がね。 だから要は家事・育児を女性は家事・育児しなきゃいけないわけですよだからそっちに手を取られるから仕事が、ね、なんてうのまともにできないという言い方ですけど時短とかになっちゃうわけですよね、はい、時短勤務とかそうすると賃金っていうのは上がるの下がるのと、まあ、下がるわけですよだからそういうことに言ってるんじゃないかとここね当たり、ね、ファミリー見たところでつけられると まあ、ベストかなと思いますけどね。で、ボークファミリーって8段目ね、来ますよね。で、フォーインスタンス。まあ、当たりがつかなかった人はフォーインスタンス以降ね、具体化されてるのでね、例えばって言ってるからね、あのここで見,見ていけばいいかなと思いますけどね。はい。で、インテラフトズやキャリア、キャリアパスを中断される。なんでですか子供の世話しなきゃいけない。ケアフォーフチルドに子供の世話しない。これ、やっぱり来たじゃないですか。これ、ステップ3ですよね。類推した内容の確認ですよ。もういいですよね、これはね。はい。 じゃあ説問解いていきましょう。全部「あ」ですけれども、段落1「あ」ですね、えー。ありますけれども、ここは要は、えー、と何でしたっけ。女性の社会進出が、えー、進んだわけですよね、はい。進んだわけですよね。進んだわけですよ。だからまあ、うんとまあ、インクリースしているのはプラス的な言葉でしょうね。そういう意味で言うとどうですか A は絶対違います。ダメージはマイナスですからね。まず、あ、プラマイで全然違いますよねで。フィール、まあ違うでしょうね。まあ、迷うとしたら C か D なのかなっていう感じですけれども、まあ、ライズはね、だからインクリースって言っちゃいましたから、ら上昇を上げるっていうのはちょっと意味がわからないですよ、日本語的に、ね。上昇をステムで刺激するんじゃないですか、これね。そっちの方が日本語として良さそうですよね。うん、だから要は、 えーとフェミニズムの運動があったわけじゃないですか、そね、女性の社会進出の運動があって、それが要は、刺激したわけですよ、女性の社会進出をね。まあ、そういう意味でも、文脈的にもいいですよね、D がね、はい。ということになります。問いに見ていきましょう。えっ、ー、と、河川部 E の説明ですけれども、これも段落1でできてましたね。だアメリカのフ,ファンタシーですよ。これは1950年の過去の話でしたよね。 だから女性は家にいて家事、育児やれ、男性はスッドで働いてこいって話でしたよね。はい。なので、そうすると、それに一番近いのはどれですかということですけども、もう C ですよね。これいいですよねということです、えー。トイースの3番です。段落2の内容ですね。賃金の話ですね。賃金格差の話ですけれども、適切でないものですが、どれですかということですけど、 これは A ですよね。これ、労働時間じゃないですか。あそこは賃金の話してたわけですから。はい。ということですね。もう、これは簡単ですよね。で、問い4番見ていきましょう。うはね、採用のところの話でしたよね。はい。採用の話でしたけれども、どこでしたっけ、えー、ここですね。第三弾落ですよね。だから、これはあれですよね。モニターされてなかったわけですよね。採用に関して。男女平等かどうかね、採用が。 モニターされたアンチェックだったんで、まあ、訴えることも法律、リーガリーに訴えることも難しいっていうことなので、まあ、それに一番近いのを選べばいいだけですよね。そうするとどうですかということです。これは B ですよね。そのまんまですよねということですね。はい。で、次、問いの5番見ていきましょう。空所の A。 空書の絵はどこでしたっけここか一番最後ですね。第4段落に一番最後。えっ、ー、と、これはディス・デモンストレーションってこれはディス・デモンストレーすか。何を言ってるかっていうと、プロモーティング・メンガ・ファースト。だから地位ですよね。ポジションですよね。管理職に早く上がるみたいなことですよね。で 賃金も男性の方が早く上がるっていう話で、これが何だっていう話ですけども、A ですが、どれでしょうか。これは、A はだって、イリーガル、違法なため、違法なため、えっと、 違法とされるわけですだからジェンダーの差別、男女間の,その差別が違法なためにプロ、女性の社会進出がブロックされる、促進がブロックされる、これ逆ですよね。そうですよね。はい。だから法律的に訴えられないから、女性が、要は促進されないわけでしょ。男女差別が起こっちゃうわけでしょ。これはだから違いますよね。A が違います。A は絶対違いますよね。だからそういう意味で D じゃないですか。 えとジェンダーのディスクリメーション、だから男女間の差別がイリーガルなファイル。一方で、まだ、そうですよね。えっ、ー、と、スティルですよ。はい。まだ起きているっていうことですよね。男女間の差別がっていうことですよ。だからこれは、えっ、ー、と、D でいいですよね。ということになります。次、問い6番。下線部 O ですけれども、これはね、皆さんやっといてください。これね、文法の問題ですね。形容詞ですね。 なんでまあね、文法でわからない方は、まあしょうがないかなと思いますね。捨てる、捨てればいいんじゃないですかねって感じですね。はい。で、次、問い7番ですね。空所の可ですが、えっ、ー、と、段落の6番ですね。ソーシャリーアンダーバリューですよね。だから、ピンクをカラージョブが、ピンクカラーがアンダーバリューだったわけですよね。はい。ですと、 なので、ここに入るって言ってるんですけど、オアが前にあるわけじゃないですか,から、アンドとかオアっていうのは、要はね、前と同じ形に、前のその単語、文章と同じ形が入ります、ね。並列の関係ですからね。はい、だから、ソーシャル、ソーシャルリーアンダーバリュードを見れば、要はここはどういう意味かっていうと、えっ、ー、と、要は、ウーマンズウォーク、ピンクカラーウォークっていうのが、 アンダーバリュー、価値があまり、価値がその下回っているっていう受動の関係ですよね。はい。だ評価されていないっていうことですよね。はい。なので、そうすると、どうですかと、だ受動だけすればいいんですよ。はい。そうすると、A ですよね。はい。テイキングではないですよね。はい。ということです。To be worse ですよ。はい。ということですね。 で、次、問い8です。家部キーですけれども、えー、ありますね。これも第6段落ですけど、これは、えー、チルドレンアンザ・エルドリーが、あ要は、これは何の話かっていうと、要は、世話されてるわけですよね。これは。そうですね。だから、エルドリーって、まあ、その介護士とかね、まあ、まさにさっき言ってた看護師とかっていうのはね、えー、とエルドリーを看護する、ケアするわけですよ。だから、そういうことを言ってるわけで、 がまあ、女性によっってててはケアされてたわけででしょうっていうことですよね女性が、えっと、プレドミネート、ド,ドミネートを支配するですから、はいだからまあ、女性によって支配された、女性によって、まあ、めちゃめちゃやらされてたっていうことですよね。めちゃめちゃされてたみたいなね、めちゃめちゃ支配されてたみたいな、そういうのに近いのだとどれですかということですよね。 まあ C でしょ、圧倒的にでしょ、オーバーウェールですよね、圧倒的にがいいかなっていう感じですよね。まあ A、アクチュアルが違いますよね。カルチャリーとか、ね トラ,ディシトラディション、伝統的にとか文化的にとか伝統的にっていう話じゃないですよね。まあ、あの本能的にって話は出てきまして、ね、本能的に女性がそのケアするっていう風にね思う、世の中的に固定観念があったっていう話はありましたけど、その文化的にとか伝統的にそうだっていう話はしてないですかね、ここら辺ね、勘違いしないようにしてくださいね。はい